こんばんは、エウレカです。今回はマクロスセブン放映29周年イベントマクロスパラダイスボリューム1、俺たちの歌を聴けイベントに参加してまいりました。レポート動画をお送りさせていただきます。こちらエウレカスタジオでは趣味のマクロスに関する動画を日々アップロードしております。イベントに行ってきました、グッズを開封いたします、そういった動画を雑談交じりでお送りしております。よろしければチャンネル登録していただきまして、エウレカスタジオのチャンネルページに再生リストをまとめてございます。概要欄にもリンクを貼っておりますので、過去動画もご覧になっていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。ではこのマクロスパラダイスボリューム1なんですが、公式さんのイベントではありません。大人のアニソンカラオケバーさくらセブンさん主催の、上野にあるんですね、主催のカラオケ屋をやろう、俺たちの歌を聴けということでね、ライブハウスを借り切ってみんなでカラオケを楽しもうというイベントでございました。ただそこにはですね、演者さんご本人様もいらっしゃるということで、はい、マクロス劇場版マクロスセブン銀河が俺を呼んでいるの歌エミリア役の奥戸井美香さんがいらっしゃるということででして、いやそいつは楽しそうじゃないかということで参加してきたんです。もともとこのさくらセブンさんにはラストミッションの初日の前夜にエウレカさん一度お邪魔しております。その時もね、奥戸井美香さんがいらっしゃってお歌を披露してくれるっていうので参加してきたんですよ。周りが誰もお酒飲んでない中、エウレカさん一人でビールガブガブ飲みながら歌を聴かせていただいて、最終的にはサインもいただいて、まあ、そんなね楽しい時間を過ごさせていただいたんですが、今回のマクロスパラダイスボリューム1もまあめちゃくちゃ楽しかったです。盛り上がりました、楽しませていただきましたよ。といったところでね、2023年10月15日の日曜日、ライブステージアイウーノガタというところで開催されました。18時スタートということで、エウレカさんね、野方というと中野区内ですね。仕事で中野区とか結構うろうろしているので馴染み深いところではあるんですが、お住まいが中央線沿線でございます。ちょっと野方行きづらかったです。中野駅からバスに乗りまして野方まで行きました。で今回もお友達と一緒に行ってまいりました。少し早めに到着しまして、まあ軽く一杯飲んでから行きましょうかということで3杯飲んで行きました。アイウーさんというところがこんな感じで、もうほんと野方の駅の目の前ですね。まあ、徒歩3分っていう風に書いてあったみたいですが、いやもう、ほんと目の前でした。中央線沿線はね、確かに栄えてるんですけど、そこの沿線から少し離れると住宅街っぽくなるんですが、でもこの野方の、野方駅前、まあいろいろ居酒屋さんとかもあります。ラーメン屋さんもあります。まあこんなライブステージもあるということで、なかなかいい街でございますよ。こんな看板がありまして、入り口、はい、マクロスパラダイス看板立っておりますね。ドキドキしながら中に入ってきました。そうしましたらパンフレットをいただきまして、まあこんな感じで書かれておりますね。ゲスト出演。そう、奥戸井美香さんだけじゃなく、ファイヤーショボンバーさんもなんかゲスト出演されるということで、いや全然わからなかったんですよ。全然知らなかったので、何なんだろうかな、カラオケにファイヤーショボンバーバンドが来るのかなぐらいに思っていたんですが、カラオケのラインナップがこのパンフレットの中に書かれてございました。ただもうエウレカさんは大盛り上がりしておりましてね、全然このパンフレット見る余裕なんかございませんでした。もう出てくる人たちが歌う歌を聞いて、まあそれにもう愛の手を入れて流れで、ステージパフォーマンス1巡目と2巡目の間にそのファイヤーショボンバーさんの李民命物語っていうコントみたいな感じですね、挟んで、聞かせてくださいました。めちゃくちゃ面白かったです。
要はお笑い芸人さんっていう感覚でいいんですかね。マクロスセブンの第11話で出てきました任命ビデオ、要は任命物語を映画で再現しようみたいなマクロスセブンのアニメの中で回があったんですね。そこで出来上がった任命物語をこのファイヤーショボンバーさん、ファイヤーショボンバーのムイムイさんが任命ビデオを、その任命物語の出来上がった映画を再現してくれるんですけど、いやめちゃくちゃ面白かったです。おじさんって言ったら申し訳ないんですけど、おじさんが全ての役を演じてくれるんですね。でバックで音楽を流しながら、その音楽の曲の歌詞に合わせるようなやり取りとかを展開したりして、でもちろん女性の役もやったり、あとはそうギギルの役、あとナレーションの役、いやでも一番面白かったのはエキセドル参謀のモノマネですね。いやめちゃくちゃ面白かったです。はい。もうたっぷり、まあ、何分間ぐらいでもやってたのかな。結構長い時間ですよね。もうほぼほぼ、ま、初代マクロスのストーリーを全部語るような感じで、しかも一番最後におまけでマクロスフロンティアとデルタのネタまで突っ込んできてくれて、デルタファンのエウレカさんとしては本当に最高でございましたね。エキセドルさんのが一番面白かったですけど、そのおまけの部分もね、こうファン心をしっかりとこう掴んでくれるようなネタでめちゃくちゃ面白かったです。いやもうなんか動画とかで配信してやってくれないですかね。皆さん 見るといいと思いますよ。で結構長い尺を、なんだろう、モニターか何かに台本を映してやってたのか、いやでもそんな雰囲気もなかったですね。もうセリフも全部ブワーっとね喋ってやってらっしゃいまして、やっぱり芸人さんなのかな、プロの方は違いますよね。めちゃくちゃ楽しかったです。でカラオケステージが2週目に入りまして、2週目が終わった後だったよな確か。盛り上がりすぎて熱くなりすぎて順番そこまで細かくは覚えていないんですが、奥土井美香さんが歌を披露してくださいました。奥土井さんが披露してくださった楽曲は3曲ですね。もう本当正直言ってしまいますと、マクロス以外の楽曲はエウレカさん全然知らないので、まあそれでもとても奥土井美香さんのね、まあ、パワフルな歌声が、このステージパフォーマンス、まあ皆さんがねカラオケで歌ってる間もまあめちゃくちゃ盛り上がってはいたんですが、まあ奥土井美香さんの曲順になりましたので聴き入るような感じですね。まあそれでもペンライトで送ってはいたんですけど、最後にサインいただいた時も、まあ、顔を覚えてくれたって言ったら変な話ですけど、あ真ん中でペンライト振ってくれてた方ねって言ってくださって本当にありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。で、その奥土井さんの後に、アンコール、これアンコールだったんだ、全然アンコールとも何とも思ってはいなかったんですけど、なんかもうこういう風なノリですよね。で最後にトライアゲインでね、ここのハテナ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 、ここがねハテナ4つになってるんですけど、はい、ここで出てきてくださったのが超時空要塞マクロス2ラバーズアゲインの神崎響き役の高山努さんが出てきてくださいまして、正直そこまでねマクロス2見たのほんとごくごく最近なんですよ。で声優さんのお名前とかも全然覚えていなかったので、最初紹介でねふっと聞こえてきたのがマクロス2のっていうのが聞こえてきて、もしかしてその神崎響き役の人なのかなーって、ちょっとエウレカさん引っ込み思案なので。ちょっと緊張しちゃってね、その後高山努さんにお声掛けすることができなかったのが本当に後悔しております。ああ、サインもらえばよかった。
お声掛けして、あの神崎響き役の方ですかっていうね、お声掛けをしてサインでももらえばよかった、サインでもじゃない、サインをもらえた方、もう本当悔しいですね。でなんか、うん、まあ次の機会がもしあるとしたら、うん、あると、早乙女あると、ぜひともちょっとなんかちゃんとお声掛けをして、サインくださいってお願いしたいですね。はい、パンフレットの裏面こんな感じですね。ゲストパフォーマンスに関することが書かれております。あとはね、今後のイベントに関しても書かれております。特にこの12月14日の水曜日のイベントに関しましては、もうここに書かれている通りですね、本家作詞家様たちによるっていう風なライブが開催されて、さらには福山よしきさん、それこそマクロス2のイシュタル役の方って多分いいと思います、笠原さんですね、もういらっしゃるということですよ。行きたいですね。いや、ぜひ行きたいですね。大丈夫なんですかね、チケット買えるんですかね。参加しようと思います。あとはちょっと会場の雰囲気ですね。まあ写真撮影を、一部の方は写真撮影 NG っていう案内もあったんですが、もうそれが写真撮影 OK っていうことだったと思いますので、ちょっとお送りいたします。はい。奥土井美香さんと桜セブンの店主一輝さんですね。まあこの一輝さんという方もハモリ、まあ要は歌が上手いんですよね。もともとなんかそういうふうなことをやってらっしゃった、お方なのかなと思います。はい。お二人のこのハモリとかも聞かせていただきつつ、はい、高山勤さん一番最後にね歌ってくださったのもめちゃくちゃ盛り上がりましたよ。あとはサイン会ですね。エブリカさんもしっかりとサインしていただきました。ありがとうございました。やっぱ最後の皆さんの集合写真、これはちょっと公式さんの方で貼られてる画像なので、ぼやかしを入れております。こんな感じでみんなで写真撮影いたしました。いやー楽しかった、本当に楽しかったです。広さ的にもね、あの演者さんとの距離もすごいちょうどいい感じで、後ろにねあのバーカウンターとかあって、そこでお飲み物いただける、まあいただけるというか、まあ、買うんですけどね。いやーとてもいいところでございました。ライブが終わりまして、はい、あとはお家に帰るだけでございます。中央線に戻って、中野から地元に戻って、でもさすがにね3時間ぐらいが時間あったんですよね。3時間オーバー、そうですよ、18時から始まって、最後にサインもらってた時もう21時半過ぎてたんですよ。3時間オーバーたっぷり楽しませていただいて、さすがに要はもうその前後で飲んでるわけですよ。地元に戻ってきて、さすがに、締めのビールとはいきませんでしたが、まあお友達とはちゃんと飲んでいましたよと。まあこんな感じのとてもとても楽しいイベントでございました。まあ先ほどね、ウルカさんの写真にも写っておりましたが、これはねマクフェスのバサラキュンの裏に奥土井さんのサインをいただきました。まあ前回ねラストミッションの手前でサインいただいたやつも大事に届いてありますよ。これも合わせてね、はい、その時はねちょっとエウレカで入れていただいたんですが、今回はちょっとエウレカスタジオで入れていただきました。ありがとうございます。大事にしようと思います。ジーナスケのサインです。ジーナスが揃いました。そう、CD ね、CD を買ってサインもらったって感じで。あとね、今回、そう、全然、なんか、ここら辺の案内とかは何も書かれてなかったので、わからなかったんですけど、はい、こんな感じで、これ、コースターですね。ドリンクを頼むと、コースターがもらえます、ということで、知らんかった。いや、もう、そんなんだったら最初から、そう、ね、ガスとか、ガストでね、飲まずに先も、ね、ライブハウスにね、先乗りしてる、そこで先に飲んでた方が良かったわ、とか思うぐらいでございます。コースターもありがたくいただきました。ちょうど2種類だったみたいなんですよね。まあ、まさにマクロス7ですのでね、バサラとミレール、ちょうど2種類、いただくことができましたので、いや、本当に良かったですよ。もう、店内とこう、ガンガン振り回しながら、大盛り上がりのイベントでございました。で、何度も申し上げておりますが、このボリューム1ということでね、これ、きっと2もあるということですから、
またそのイベントがあるときは参加させていただこうと思います。でね、今回なんかその歌う、要はステージ、みんなでカラオケをしよう、俺たちの歌を聴けということなので、まあ、歌う側、ステージに立つ側っていうのもなんか募集はされてたんですが、今回エウレカさんちょっとお仕事の、ね、休みが取れていなかったので、そっちの歌うっていうのには、まあ、チャレンジはしなかったんですが、まあ、もしねそのボリューム2、なんかできるチャンスがあるようであればちょっとカラオケの方に参加してみたいなとか思っておりますということで今回はこれにて終了ですね。これ毎度毎度申し上げておりますが、いろんなイベントにやっぱ参加することでマクロス応援につながると思うんです。で、今回は公式さんのイベントではないんですけど、そういうところからもうまさにこの演者さんにもつながっておりますのでね、ぜひとも皆さんも行ける限りイベントに参加するとか、あとグッズ購入する、そういったところでマクロス盛り上げていこうじゃないですか。ということで今回はこれにて終了といたします。冒頭でも申し上げました、過去動画とかもご覧になってみてください。こんなイベントがあったんだっていうのもね、見られるようになっております。まあ、実はこの桜セブンさんに参加した回も、動画にね、レポート動画に実は入っておりますのでね、よろしければ、探ってみてください。よろしくお願いいたします。そうしましたら今回はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。